今回はガオガオプリンセス、略してガオプリの貴重な撮影の裏側を皆さんにお見せしちゃいます。一日三日にガオガオプリンセス、皆さんこんにちは。はじめまして、大阪府出身24歳のうーかこと加藤優香です。今回は H23TV の応援隊になったということで、もう100ポイント貯めてご褒美を絶対つかみ取るぞという気持ちで挑みたいと思います。そしてこの H23TV がたくさんの方に見てもらえるようにいっぱい盛り上げていきたいと思います。今から撮影が始まるみたいです。意気込みを聞いてみましょう。この写真はこれから1年間たくさん使われるので気合を入れて撮影したいと思います。行ってきます。今回のナレーションはうーかこと加藤優香が担当いたします。よろしくお願いします。いいですね。ちょっと見ますね。これはイメージシーンの撮影風景ですね。シャボン玉なんていつぶりやろう。ちょっと待ってくださいね。頑張りますんで。あれ？調子出てきた。いい感じ。はい。分かったかも。まあ、ここ連れて方じゃないけど。ああ、分かりました。私ずっとここ押さえてたからかな。なるほど。ああ、これこれこれ。これこれ。こういうのあんまりしたことないので、実はめっちゃ緊張してます。123TV、 みなさんこんにちは。 NMB48 6期生23歳の新進こと新澤奈緒です。よろしくお願いします。はい、ということで今回ね、こういった企画に参加させていただけて本当に嬉しいんですけれども、私自身パチンコをするのは初めてなので、ちょっと初めてでもできるんだぞっていうところを皆さんにお届けできたらなというのと、一緒に盛り上がっていけたらなと思ってるので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。今は大先輩うーかさんのフォトシーンを見てるとこです。すごい悲しみポーズしてます。でもうーかさんはあの撮影の雰囲気を作るのがめっちゃ上手なので、ちょっと参考に見てました。シンシンはね、最初の頃ね、お化けみたいな顔してたんですよ。最初に今見たらめっちゃ面白いです。なんかもうお肌も白いし、これで白い衣装着て踊ってたらなんかあれお化けいる。滑らかなお化けみたいなダンスだったんですけど、もうでもほんまみんな成長のスピードが速くて、どん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 見せ方とか表情とかも良くなっていって、こっちがあ、シンシンあんなんできるなってちょっと真似しようとか思うぐらい、そうなんです、みんなで切磋琢磨してますね。そうですね、刺激を受けながらやってます。そんなシンシンの憧れの先輩はというと、え、いっぱい。あれ、え、私うーかお姉さん。言わせるか。待ってた待ってた。実際あかりんさん。嬉しいな。きっかけはあかりんさんですか。ダンスはまた別ですからね。シンシンありがとう。私も参考になるように頑張ります。123TV、 これからシンシンの写真撮影、意気込みを聞いてみましょう。この写真を見て気になってくれる方が増えますように頑張ります。行ってきます。
うん、いいよ。やったやったやった、嬉しい。あ、いいね。あ、かっこいい。うん、かわいい。OK。うん、いいね。シンシンが撮影してますね。シンシンはとってもアイドルなんですよ、本当に。メスでもアイドルというか、王道の可愛いアイドルなので、なんかポーズが全部可愛いで、これやってましたこれ今半分これやってましたね今。さすがシンシン、あざといけど可愛い。やっほー初めてのスチール撮影が終わりました。イエイイエイ。今シンシンが撮影してるんですけど、待ち時間です暇してます。みんな嬉しいご飯の時間。何を真剣に見ているかというと、好きなんですよ。この鮭良くない厳選してますこの鮭いいですね。いただきます2人とも鮭でした。美味しそう。美味しそう。やったー。いただきます。わー、いただきます。うん、脂乗ってるお弁当とは思えない。いや、なんか変やなめっちゃ美味しいです。ご飯のセンスいつもいいですよね。なんか、はい、お弁当が来るたびにすごいテンションが上がります。でもそれはいつもなんですけど好きな、なんかお弁当選んでくださる方と食の趣味が合うのかなと思って、美味しいです。密着カメラ。ここで残りの3人も到着。まさかお花を買ってたなんて。楽しみ楽しみ。突撃。突撃された。突撃。突撃された。何をされてるんですか。何でしょう。これはこれ見たことありますかさこれ初めてかも。これどら焼きって言います。皆さんソーセロでください。セロです。今はどんな感じなんですかね。いや今はもう全然わかんないですね。まだ序盤ですか。序盤も序盤です。終了。入りました。だってどこ行ってもここ取られる。取ってないから大丈夫。まだ参りました。こんな感じの結果でした。ありがとうございました。ありがとうございました。うかうかしてたな。うかうかしてた。終了した。うかさんの勝ちですね。さすがアプリでやってるだけ強敵ですね。強敵です。やったね。私オセロ強すぎ。イチニさん TV。 衣装を変えてイメージショットの撮影。この衣装も可愛くてお気に入りです。自分の衣装です。可愛い緑似合いますか近くないですか。なんか編集してくれるあ、なんかいいフィルムみたいな。え、こいつ何で？そうそうそう。あ、見た。あんた身長高いねん。何？何？いじめない。いじめてないよ。あ、じゃあピロピロでビーム出しといてもらおう。そうめっちゃ強そう。編集大変しちゃうよ。オッケーオッケー。
それでは最後にイメージビデオをご覧ください。 NMB48 ゆうかこと加藤ゆうかです。夢は舞台やミュージカルに出演することです。見てくれた方が明日も頑張ろうと思えるようなステージを届けられる人になりたいです。心身はすごいあざとくて釣り師なんですけど、すぐこうするんですよ。見てください、心身の。これかわいい。これ学びました。ちょっとやらないように気をつけてたんですけど、めっちゃやってました。やってたよ、見てた。そう、でも今日私たちはそのお誕生日をね、そうなんです。サプライズでお祝いしてもらったりもあって、置いてほしくないとこ置くな。写真とかいろんなイメージシーンとかもね、はい、いろいろ撮らせていただきましたけど、やりましたね。でイメージシーンとかちょっと緊張しないかなあんなあんまりミュージックビデオとかではやるんですけどないですよね。なんか無音の中でかっこいいライトの中でなんかこうやってなんかそうなんですか。やってたなんか生きてますね。かわいく、そうか、はい、ちょっと今考えると恥ずかしいけどメンバーによってね、いろんなイメージシーンがあるってことですよね。今日撮ったお写真だったりイメージシーンはこれからいろんな YouTube だったりウェブで掲載されるみたいなので、はい、皆さんいろんなところをチェックして見てみてください。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ガオ次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。